どうも、スタイくんです、はい。みんな生きてるかーい。さあ、スタイくんね、うん、ちょっと前に、カンパチ一周で、すべての急速充電器に入ったら、どれぐらい溜まるかっていうチャレンジやったよね。ね、残り 20% で始めたらいいんだけど、そうね、羽田方面ぐるーっと回ってたら、うん、なんと1台もなかったっていうね、恐ろしいことが起きましたね。そして、断念。うん、全くなかったんだよ。ただ本当にないの、本当にないのって思うよね、皆さんね。失敗のままで終わらすのはいけないよね、うん、ダメダメダメ。ということで、カンパチ急速充電に全部入ったら、はい、何パーセント溜まるかチャレンジアゲイン。さあ、このチャレンジのルールは、まあ今ね、カンパチを目の前にしてるけど、まあカンパチって言っても環状線じゃないんだよね。だから無理やり環状線にしてやろうということで、内回りと外回りをぐるっと終点と始点をね一周しよう。その中で急速充電器に必ず入る、そして時間は10分と決めます。カンパチのロードサイドにある急速充電器のみ、立体交差の速道とかはカンパチに入りません。まあ何せね、ガソリンスタンドと同じようにサクッと入れてなんぼだと思うんだよ。まあもちろんね、充電器探せばいくらでもあるんだよ。でもなんかしたいくんね、めんどくさがり屋だから横道にそれてまで充電したくないんだよな。まあそういう理由、現在 63% もあるからもう楽勝なんだよね。さあ、ということで行くぜ、リベンジ、レッツゴー。カンパチくんを行きますよ。はい、カンパチスタート。学校ね、ここね。あ、ちなみにこれも前回走ったルートなんでね、結構飛ばしていきますよ。ちなみにエコモードの E ペダルありで行っております。暑いわ。毎度言うけど暑い。結構薄着してきてる方なんだけど、この下 T シャツなんだよな。それでも暑いんだよね。ちなみに3月31日なんで、まあしかも金曜日、渋滞がまず起きるのと、充電渋滞が起きると思ってんだよね。何せゼプス3の無料分のね、その月に使わないと消えちゃうっていうやつが、ね、月末にやってくるんで、それに追われてる人は絶対充電してるはずなんだよね。そこはもうね、どうしようかな、飛ばそうかな、みたいな。まあ様子を見て考えよう。やべえ、全然進んでない。これトヨタなんだけど。3月31日の金曜日を舐めてた。全く進まない。いや、こんな進まないことないってぐらい進まないな。交通量がやたら多いんだね。これ羽田まで到着するのに何時間かかるんだってぐらい。はい。原因は工事渋滞でした。一車線を塞ぎましたね。もうこれだけでめっちゃ渋滞すんだな。とんでもねえ渋滞だったな。こっから本領発揮なんで羽田まで飛ばすぜ。スキップ。さあ、空港入りましたよ。まだカンパチはこの先まで続いてるんでね、行きますよ。一応ここがちょうどここが終点のはずなんだけど、延長されてるんでね、行きますよ、向こうまで。空港の中にもね、駐車場の中に急速充電器何台かね、あるんで、本当は空港で急速充電入れれば大丈夫なんだけど、カンパチ沿いではないんでね、入れませんよ。ただそれだけの理由。はい、カンパチ内回りで羽田の地点まで来ましたね。ここはちょうど折り返し地点。さあ、どれくらい来た？ 14.3キロ走って、残りが 54% なんで 63% スタートだったってことは 9% だね。残りが89キロ。まあ、89キロってカンパチ本当は一周できちゃうんだけどね。それでは、外回りを始点から終点までレッツゴー。はい、ここを入るとカンパチに合流。ね、外回り合流ね。U ターン用じゃないんだけど、ほい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 。ルートで U ターンに。グイってきますよ。登っております。いいんじゃない？何がいいや。で、カンパチ合流。さっきのトンネル、カンパチのトンネル。合流。はいはいはい。これもう、今、モノレールが並走してた。さあ、蒲田をそろそろ超えるかなってぐらいかな。あ、なんか郵便局の EV が止まったね。前どんどん行っちゃいますよ。なんか滑らか。はい、もうすぐで3分の1周ぐらいまで来たかな。まあスタート地点がすぐそこにあるってやつだね。あ、スタート地点まで来て、お
27キロ。残り 40%。まだまだですよ。こっから、こっからが本編だからね。本編ね。なんと。前回のお送りした動画だ。1時間ちょいかけて本編がスタート。そうなんか行きの死にそうな渋滞がもう解消されてるのが腹立つな。はい、一周。この学校ね。ちょうど一周。この学校からスタートしたから。この歩道橋ね。一周ね。うん、一周じゃないんだよ。うるさい。三分の一周ね。三分の一周ね。はい。さあ、ちょっと行かせていただきましょう。行ってください。おー、なんか滑らかに見えて気持ちいいね。さあ、うん、ここまで来て、一番最初の急速充電がアウディって言ってたのが、実はね、アウディ世田谷があるんですけど、はい、ここ。ここね、充電器はそこにあったはずなんだけど、なくなってんだね。ということで、しばらくありません、また。マック、ちょっと夜腹減ったんで。ということで。昼飯タイムですね、これでね。これいつも通うマック。こちらです。はい、どうも。ありがとうございます。はい、これカンパチ戻ります。さあ、食べながら行きましょう。およそ4キロ先、2キロの渋滞が鎮座してる。10分、渋滞10分だってすごいね。まあ、その間食べようか。ちょうどいい時間ですね。これ渋滞ポイントです。髪の毛すぎて、ね、ここら辺から渋滞し始めるでしょ。この立教の下が轟渓谷って皆さん知らないでしょ。知ってる皆さん。この立教の下ね。そう。都内にある渓谷。あれ意外と空いてる？第10、まあまあ、こっからはしょうがないな。渋滞ポイントだよ。こっからはもう、どうしようもない渋滞ポイントだな。こう行けただけでいいよ。ここまで行けただけでも。うん、ありがたい。こんな進まない。いやー、ここほんと混むんだよね。ということで、マック食べよう。来た。マック食べたら行こう。ちょっとま、この渋滞を利用して食事をとる。スタイ君、ポテト中毒だからもうポテトを早く食わないと。気が済まない。はい、透明すぎたとこ、ここも結構混むんだけど、まあ、今日は大丈夫そうだな。ね、金曜日だからめっちゃ混むって言ってたんだけど、そうでもねえな。そうでもねえなんて。なんか全体的にカンパチが好き始めてるのかもね。S66 回る。 S66 回るに反応するスタイル。オートパーキングいいね。ブレーキから足離してお尻の、お尻をこうね、ストレッチできるっていう。そうね、お尻痛くなった。っていうか、充電早くさせてくれ。充電がしたいんです、先生。安西先生。20号の交差がここにあります。ないあんま混んでなかった気がするな。言うてもね。いつもよりは空いてる気がする。まあ、しょうがないんだけどね。合流とかいっぱいあるからさ。そうそう、合流いっぱいあるよ。こうなっちゃうんだよね。うん、自動的に。今月8回、8回充電無料が余っちゃってんだよね。ゼプス3って計2ヶ月分無料がストックされるんで、合計18回分の急速無料充電があるんだよ。18回って単位は、1単位が10分なんで、180分。なんで10分刻みにしたかっていうと、そういう理由ね。そういう、ケチケチ。わ、ここか、混んでんの。20号じゃないんだよね。その先が混んでんだよな。80分。そうそう、いつもそうだよね。20号の先の井の頭通りに行く道が混むんだよ。そうね。ここら辺混むね。ほんと混むね。全然 F0 の曲と合ってないぐらい混んでるね。いや、ここ手強いなぁ。この渋滞手強いなぁ。何渋滞なんだろう、ほんと。やっぱ井の頭通り渋滞かな。あ、これね、中央道の降りる人用渋滞ですね。あ、なるほど。降りる人が東京出口で降りる人の渋滞ですね。信号の街だ、これ。さあ、行きましょう。この渋滞を超えれば、少しは楽かな。中央道ね、これ。乗れないんだよね。乗れないけど降りれるっていう謎の。合流が、ここでいっぱいあるから。この信号が長いんだよ、多分。混むんだよね、多分ね。いや、本当にね、まあ EV は本当ね、渋滞だとめっちゃ静か。隣にトラックとかないと特に。いや、音してないもん。眠くなるレベルで静かだな。現時点で音してない。下手に平行いたらやばいね。平行くんだ。さ、お尻ストレッチ。いやいや、お尻ストレッチ。
ちょっとお尻ストレッチしよう。いやー、初充電まで遠いなー。遠すぎるよ、初充電。これは今までで2回目にすごい渋滞ですよ。ほんと長いよね、この渋滞が。あれか、これか、このエネオスか。OK。はい、一番最初カンパチ、はい、充電はエネオスでした。おぎくエネオス、おぎくぼ店かな、ね。まあ、とりあえずここです。 42.1 キロ走って、時間は2時間33分、うん、結構走ったな。マラソンや、マラソン。1時間に16キロしか走ってないぞ。タイム、まあもちろんだけど、電費は 11.2 キロという最強ですよ。これどんだけ走んだよ。ということは EV は渋滞関係なく電費がいいってことだね。まあ、渋滞に巻き込まれても全然 OK みたいな。まあ、これはね、エアコン効かしてないっていうのがあるからね。じゃあ、10分充電するでーす。スタートボタン。はい、充電 OK。今んとこ 30kWh はほぼ出てるね。10分だからね。はい、春といえばテリタマ食べてますよ、今。テリタマ食べてる。前ね。55% ですね。55%。15% 入りましたね。はい、次の充電ポイントはどこかな？ 10%。 楽しみだね。さあ、もうすぐですね。なんか400メートルぐらいしか行ってないけど、もうすぐだ。次の。ここは渋滞。これ充電ポイントいっぱいだよ。こう左？問題にあるの？ここにある？あるの？え、ある？どうなの？充電ってある？まあ、あるとこある。充電あんの？ここ。あー、使えない。あれ？これ今使えないですね。使ってもいないし。充電使ってないよ。これは、本田さん使えないですね。やばいな。これ今充電ってできないんですか？はい。車を動かしますので、お待ちいただけます。はい、すいません。できるそうです。次はホンダカーズに来ましたよ。 20kW しか出てないね。まあしょうがないね。 58% あるからね、うん、さっき 55% から来てるからね、まあ、でここで10分いきますね。さあ次はどこかな。 68% もう増えちゃった。もうすでに池より増えてますね。池より 15% 増えました。まあ、要は30分充電してこれぐらい増えたって感じかな。そういうことね。どうなんだろうね。さあ、この地下に入っていくよ。はい、カンパチ路線行きました。前回ここで失敗したんだよね。カンパチ行けなかったもんね。強引にね、ここを分けられるんだよね、カンパチと。ここでね、ここを前はこっち行っちゃったんだよね。笹目通りの方行っちゃったんだよね。練馬駐屯地まで来ましたね。うん、桜が結構いい感じで咲いてますね。まだそしてないの？まだないの？はい、日産到着。3軒目だね。はい、日産到着ね。これ日産ね。ただね、今ね、アリアが充電中なんだよね。これね、15分かかるって言ってるからどうしようかなと思っててね。はい、結局日産で今3回目やってます。65kW だとね、16.5 とかしか出ないね。もうこれはどうしようもないね。30kW は出ません。はい、3回目終了。74% になったよ。むっちゃ上がってきたな。さあ、次。行くよ。さあ、そろそろカンパチの端っこまで来るんじゃない？カンパチの端まで来て、カンパチ終点なんじゃないの？さあ、ここを越えたらもう終点なのではないでしたっけ？新幹線で一回通ってるやつね。そんな気がしたけど。さあ、来ました。終点。ここが終点だ。
い終点だよ。まだ続くように見えるけどね。終点来たよ。先あるやんって見える。わ、カンパチの終点だ。ここは終点。はい、裏ミストって今カンパチに戻ってますね。はい、戻るね。内回りを終点から羽田方面に向かって戻ります。はい、これで終わりだね。さあ、今んとこね、3箇所しか入れてないんだよね。ねえな、充電が。さあ、次の4件目。はい、4件目は大体分かってるからね、どこだか。さあ、もうそろそろ、三菱があるはずなんだけど。駐屯地の近くにあるはず。三菱。行きに行ったしね。さあ、どこだ ?EV。あったー。三菱ね。充電ポート。充電ポートここ?充電のマークがあるよ。さあ、どうなってる?充電ポートってあるの?どうなってる?あー、使ってっか、今。使ってますね。トランターが使ってる。これはさすがに、ね、よそ様なんでやめとこう。はい、すぐ行ったところにトヨペットがあるんで、トヨペット行きます。あった。すぐ隣にあったからね、トヨペット。トヨペットあり。オッケー。あ、イーブあったね。充電器そこにあったね。じゃあ、開いてないな。全部入ってないやん。開いてないですね、充電。いやー、トヨタもね、うん、ちょっとね、なんか変なアクアみたいの置いてたんだよね。ホンダと一緒で、うん、ちょっとね、使わせる気ないみたいですね。これはちょっと有識問題ですよ。もう花から使わせる気なし。それでは、残り行ってみよう。ほんと大丈夫?いや、大丈夫じゃないし、もうルールからだいぶ逸脱してる。高井戸の駅。高井戸まで来ちゃった。今ね、事故が反対側にあったんで、見物渋滞みたいなのが起きてたね。うん、いや、まだまだ4軒目の急速充電遠いな。いいね、これは。どこなんだ?瀬田道まで来たよ。4時21分。え、11、12、1、2、3、4、え、5時、6時間も走ってる。カンパチを。そんなに走ってるように感じないんだけど。6時間も走れる。まだゴールじゃないからね、6時間走って。もうとんでもねえ渋滞にはまってたな、ずっと。充電30分しかしないんだよ。さあ、行きまーす。入ります。あるかな?ないかな?顔映ってる、顔映ってる。今、充電ってできます?今、充電されてるお客様の次のご案内になります。結構もう、はい、まだかかりそう。ちょっと待ってくださいね。あと18分。あ、じゃあ大丈夫です。大丈夫です。全然大丈夫です。お待ちになられますか?あの、出ます。あ、はい。そのまま、まっすぐどうぞ。で、ベンツはダメなんだよね。ありそうでないし、あってもね、できないんだよね。ここのベンツはとりあえずないんだけど。あることにはなってないんだけどね。今ね、246のとこで混んでるね。透明246で混んでる。ここも絶対混むね。さすがもう夕方なんだよね。4時過ぎちゃったよ。4時半、4時半。10時20分にスタートしたんだよ。こんなかかると思わなかった。はい、ラストの日産来たよ。はい、今 30kW 出てますね。今日産上野毛店なんだけど、今 59% から始めてるね。結構出てるね。急に晴れましたね。夕焼けだわ。夕焼けになってる。でも5時なのにまだ明るい、こんなに。あ、ちなみにこのレクサスでも充電できるらしいです。はい、入らないけどね、今回は。なんで入らねえね。レクサス今回全部飛ばしちゃったな。なんでなんかレクサスに入る勇気ないけど、なんか案内はないんだよな。ひよってんな。 EV ありますよって案内がないんだよ。絶対ひよったな。あー、ないね。ないね。ビビってんじゃねえよ、レクサス。ここないね。入れないね。ベンツ行けたレクサス行けるってこと?パトカーデーだ。あ、またパトカー。3回目だわ。いやー、事故ってんね。カンパチで事故ってんの、ね。このトヨタにもないんだよね。はい、そこにあるベンツも一応急速充電のマークあるんだけど充電できません。できないね、前回ね。はい、できません。試しました。前回試したよ。車がずらっと並んでまず充電できるようになってないですね。マジかね。他ホンダとかだから結構情報は嘘が多いですよ。嘘多いから、ね、ここね、下役は、まあ、今まで利用してたフィアット田園調布なんだけど、アバルト田園調布でもあるんだけど、そこもダメね。ここもね、前回の動画で分かってるんだけど充電させてもらえないんだよ ね。できないんだよね。フィアット E は充電できるけど、
茶でもできないとかなのかな、そんなことある？理由がわからん。お、これはもしかして？はい、ということで到着しました。はい、お疲れ様。めっちゃ疲れたよ。ちょっと結局充電4回しかできなかったね。場所的にはね、8箇所、9箇所、10箇所あったな。レクサス入れると10箇所ぐらいあったな。でもね、まあレクサスはね、おじけづいて払わなかったけど、あとはね、ちょっといまいち使わせる気なかったなって感じ。なんやかんやでカンパチ一周するとどうなったか。じゃーん、平均電費 10.9 ってすげえいいな。なんなら充電してる最中電源つけてたからね。いや、1時間に13キロしか走ってない。まあそれはしょうがないよね。はい、全部で 89.8 キロ、まあだいたい90キロなんだよね。で、時間が6時間28分でめっちゃ疲れた。そして最終的には 72% でしたね。多分これはもっとね、ちゃんとやれば行くんだけど、まあ別に70% 以上ってなかなか入らないんでね、あんま意味ないかなと思う。まあ4回でね、こんだけ溜まってしまったってことだね、逆に言うと。まあしかもね、各急速充電器10分しか入れてないから、結局40分しか入れてないってことなんだよね。まあ、とにかく急速充電が埋まっててできなかったってやつよ。さすがにね、15分以上待つ気にはなれなかったね。1回だけ待ったけど、そこでもう心が折れた。ということで、実際カンパチ走ってみると、羽田方面は全くないんだけど、こっち内回りはちゃんといっぱいありますよっていうことをロードサイドにね。なので、まあ一応安心は安心なんだけど、全て1台しかない。取り合い、うん、もうこれしかないよ。つまりこれじゃあちょっとさすがに使えないな。使い物にならん。もっと増やしてください。あとちゃんと開放してください、各ディーラーさん。ということで、またね、どっかの環状線でやるかもしれないんで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。夕方だよ、下井くんでした。じゃあねー。